はい、皆さんこんにちは、翔です。で、今回はマザーズ、これが今後上がってくるのかどうか、結構ですね、今面白いチャートを形成してきていますので、その分析をしていくのと、あとはマザーズの時価総額シェアですね、それの高い銘柄の分析、個別銘柄の分析をちょっとですねしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。で、僕は2013年に証券会社に入社して、毎年社長賞を取って準 MVP 獲得しています。で、このチャンネルは今年の8月に立ち上げたばかりなんですけど、僕のチャンネルではマーケットニュースであったり、テクニカル分析の実践的な使い方、個別銘柄の分析、そういった情報を皆さんにシェアしていきたいと思っていますので、まだ僕のチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、まずチャンネル登録からしていただくとすごい嬉しいので、よろしくお願いいたします。じゃあ早速ですね、本題に入っていこうと思うんですけど、まず見ていただきたいのがマザーズ、ここのですねチャートになるんですよ。で、現状の状態、それを見てみると、まず下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを形成しているし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しては、現状日足の上の方に点灯していますから、下落トレンド、それを形成しているんですけど、ただ日足とパラボリックの距離が今だいぶ接近してきてるんですよ。なので今後ですね、まずまず上がってくると、このパラボリックに関しても上昇トレンドを形成するんですよね。で、さらに日足の位置、ここに関しては、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインを今回上回ってきているので、転換点をですね、抜けてきてるんですよ。で、以前皆さんにお伝えしていた通り、直近ですね、マザーズに関しては、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインと、下の青のラインですね、この範囲内で規則正しい値動きしてたんですけど、そこを一旦ブレイクしてきてるんですよ。なので今後ですね、一目均衡表の影のラインですね、この緑のラインを突破してくると、結構ですね強いチャートパターン形成してくる可能性があるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。さらに見てほしいのが下の RSI になるんですけど、現状ですね、日足の割の抵抗ラインに関してはまだですね、日足ここのラインを抜けていないんですけど、ただ RSI の割の抵抗ラインに関しては今回ですね抜けてきてるんですよ。なのでここを見ると RSI に関しては若干ですねトレンド、それが変わったんじゃないかなっていうふうにも判断できますから、今後ですねこの RSI さらに切り上がってくるかどうかっていうところ、日足が上の抵抗ラインですね、このラインを抜けてくるかっていうところには皆さんですね注目してもらってた方がおそらくいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。特に日経平均に関しては今高値また今回更新してきましたから、このマザーズの方にも資金が入ってくる可能性、それがちょっと考えられはするんですけど、じゃあ日経平均からマザーズへの資金のローテーション、それが起こるかどうかっていうのを判断するために見ていただきたいのがこのチャートになるんですけど、これがですね日経平均割ることのマザーズ、それで表されるチャートになって、これが上昇すると日経平均有利、逆に下落するとマザーズ有利、そういうふうに判断できるんですよ。で、現状のチャート見てもらうと、これはですね現状上がっていますから、日経平均有利に資金の方がシフトしてるっていうのがわかると思うんですけど、ちなみにですねこの NM 倍率が底を打ったタイミングですね、これがだいたい10月の15とか14ぐらいなんですけど、この段階でマザーズは高値を取って急落してるんですよ。なのでこのチャートのトレンドの転換点、それを見てあげることによって、おそらくですねマザーズが上がるタイミング、それをですね予測することができるんじゃないかっていうふうに僕は思ってるんですよ。で、現状のチャート、これを見てみると、下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン、これを上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを取ってますし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しては、日足と下の方に点灯していますから、現状ですね、上昇トレンド、それを形成してるんですけど、ただ現状、日足とパラボリックの距離、これはだいぶ接近してきていますし、さらにパラボリックの位置に関しては、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインの、ちょうどですね、真下ぐらいに推移していますから、ここをですね、もしトレンド転換してくると、一気にですね、この赤のライン抜けてくる可能性も考えられはするんですよ。ただ直近のチャートを見てもらうと、大体ですね、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインで底を打ってまた上がっていくっていうチャートパターン、何度も形成して騙しが入っていますから、これが明確にこのラインをですね、抜けてくるかどうかっていうところには注意しなければいけないんですけど、さらに見てほしいのがこのチャートになるんですけど、これがですね、マザーズ割ることのジャスタック、それで表されるチャートになりまして、これをですね、僕は MGA バイルスって呼んでるんですけど、このチャートを見てもらうと、現状下の MACD に関してはゴールデンクロス、上昇トレンドを組んでるし、さらにパラボリック、ここに関しても今回日足の下の方に今点灯していますから、ここに関しても上昇トレンドを組んでるんですよ。さらに現状の日足の位置、ここに関してはボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインで一旦頭を抑えられてはいるんですけど、ただこのラインをですね、明確に超えてくると、マザーズに関しては上昇圧力、それにつながってくる可能性も考えられるんですよね。ちなみにこのチャートはさっきの NM バイルスと違って、上昇するとマザーズ有利、逆に下落するとジャスダック有利、そういう風に判断することができますから、この MGA バイルスも上がってくれた方がマザーズに関してはプラスに働くんですよ。
なのでこの MGA バイルスに関しても今ですね重要な局面に来ていますから、ここのですねライン抜けてくるかどうかっていうところには皆さん注目しておいてほしいんですよ。これがもし上昇に転じるとマザーズの上昇圧力、それにつながる可能性が高いので、なので今までのチャートを分析してみるとマザーズに関しては今結構重要な局面に来てるんじゃないかなっていうのがわかると思うんですよ。もちろんマザーズよりも日経平均有利に動いてくると、さっきの NM バイルスに関しては切り上がってきますから、そうなってくると話はまた別だと思うんですよ。もうちょっとマザーズの上昇局面は後ずれする可能性、それも考えられますから。じゃあ個別銘柄ごとの値動き、それがどうなってるのかっていうと、これがですねマザーズの時価総額シェアランキング、それのトップ銘柄群になるんですけど、これを見るとシェアランキング1位がメルカリになりまして、その下にフリー、マネーフォワード、アンジェス、ラクス、ベース、まあそういった形で続いていくんですけど、ここのですね銘柄群が今後ですね上がってくる可能性が高いかどうか、そこを判断することでマザーズの上昇、それもですねある程度予想することはできますし、どういった銘柄に今後ですね投資した方がいいかどうかっていうところもわかると思うんですよ。なのでここの分析をですねちょっとしていきたいと思うんですけど、じゃあまず最初にですね見てほしいのがメルカリ、ここの動向なんですけど、下の MACD に関してはゴールデンクロス上昇トレンドを形成しているし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しても日足の下の方に点灯しているから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関しては一目均衡表の影のラインですね、この緑のラインで頭を押さえられているような形なんですよ。ただ現状メルカリの割の抵抗ライン、ここに関しては今回日足上回ってきていますし、さらに MACD の割の抵抗ライン、ここもですね抜けてきている。 RSI に関しても今回上昇したことによってこのラインをですね抜けてきてるんですよ。なのでこの一目の影のラインですね、緑のラインを今後抜けてくるとちょっと面白い値動きしてくる可能性も考えられはするんですけど、ただちょっと気がかりなのが需給関係、信用倍率になりまして、このデータを見てもらうと制度信用倍率、これがですね現状 4.98 倍で結構高いんですよ。なので過去の平均から比べると今メルカリに関しては需給関係がちょっと悪化していますから、これがもしかしたら上値を抑える原因になるかもわかんないんですよ。なのでここの動向に関してはちょっとですねまだ注目なのかなっていうふうに思いますし、なので一目均衡表の影のラインですね、さっき言ったところを抜けてくるかどうかっていうところ、そこはですね慎重にまだ見極める必要があるのかなっていうふうに僕はこれを見て思うんですよね。じゃあ次にフリー、ここはどうなのかっていうと、フリーに関しては直近結構強い値動き形成してるんですよ。マザーズはあれだけ下がってるのに。で、下の MACD を見てみると、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンド形成間近になっていますし、パラボリックに関しては現状日足の上の方に点灯して下落トレンド、それを形成してるんですけど、ただ現状の日足の位置に関しては、この緑のラインを上回って推移してるんですよ。さらにボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインも上回って現状推移していますから、ここに関してはまだですね強い値動き、それを形成してるんですよね。さらに現状の需給関係、これを見てみると今ですねガス産の信用倍率に関しては12倍、それを超えてるんですけど、ただ信用改ざんと売り算、ここの推移を見てみると極端にですね過去の平均から乖離してるっていうわけではないんですよ。なのでここに関してはまあ至ってノーマル、まあ平常運転してるのかなっていうふうに判断できますので、今後ですねもし MACD がゴールデンクロスを組んでくると、もしかしたらパラボリックに関しても上昇トレンドを形成してもう少しだけですね上がってくる可能性も考えられはするんですよ。ただ現状の株価に関しては結構高いところで推移していますから、これから買うかどうかっていう話だったらまた別になるとは思うんですけど、なのでもしですねフリー持ってる人がいるんだったら、この下の MACD が今後ですねどういった形状を取ってくるかっていうところ、そこをですねちょっと重点的に見てあげたらうまくですねトレードできる可能性があるので、そこはですね押さえておいていただきたいと思うんですよね。じゃあ次にマネーフォワード、ここはどうなのかっていうと、ここに関しては以前僕違う動画で解説していまして、やっぱしですね上がってきてるような形なんですよ。まあ結構いいチャート形成していましたから上がる可能性高いかなっていうふうに思ってたんですけど、で現状のチャート見てみると下の MACD に関してはゴールデンクロス形成していますし、青のラインに関しては今鋭角に切り上がってるんですよ。さらにオレンジのラインも底を打ってから反転上昇に転じていると思うんですけど、さらにパラボリック、ここに関しても上昇トレンドを形成しているし、日足の位置に関しても一目均衡表の上限のライン、そこを今抜けていますから、ここに関しても上昇トレンドを形成しているんですよね。なので3つのテクニカル全てが今上昇トレンドを形成していますから、マネーフォワードに関しては今結構強気相場入りしているんですよ。なのでマザーズ今後上がってくると、このマネーフォワードに関しても上がってくる可能性、それが考えられはするんですけど、ただ1点だけ懸念すべきところがあるとすると、現状のですね信用倍率、制度信用倍率が 9.1 倍になってるんですよ。非常に高いんですよね。
で、信用離山はそこまで増えていないのに、信用改ざんは極端に現状増えてきているような形ですから、マネーフォワードが安い時に買ってる人結構いるんですよね。なので今後マネーフォワード上がってきたとすると、この制度信用で買ってる人たちが売りに向かう可能性、それが考えられますから、上昇したとしてももしかしたら上げは限定的になるかもわかんないですよ。なのでとりあえずはこの前つけた高値ですね、ここのラインに達した段階でもし上がってきたらですね、どういう風に動いてくるかっていうところ、そこにですね注目しておいていただいた方がいいんじゃないかなっていう風に、これを見て僕は判断するんですけど、じゃあ次にアンジェス、ここはどうなるかっていうと、ここに関してはまだ弱い値動き、それを継続してるんですよ。下のマックDに関してはデッドクロス、まあ、下落トレンドを組んでいますし、パラボリックに関しても下落トレンドを形成している。日足の石に関しても一目均衡表の下限のライン、この赤のラインを下回って推移してますから、ここに関しても下落トレンドを形成。なので3つのテクニカル、すべてがですね、現状下落トレンドを形成しているので、どれだけですね、今アンジェス、弱い相場を形成しているのかっていうのがわかると思うんですけど、ただ現状のパラボリックの位置、これを見てもらうと、一目均衡表の影のライン、この赤のラインを若干ですね、下回るところまで今切り下がってきてるんですよ。なので現状、日足とパラボリック、これが交わって上昇トレンドを形成するために、邪魔な抵抗ライン、それがですね、2本消えているような形になりますから、ここに関してはトレンド転換が若干ですね、起こりやすくなってきてるんですよ。なので今後ですね、下のMACD、まあ上昇トレンドを組んできて、その段階でパラボリック、まあこれがですね、どういった風に今後トレンドを転換してくるかどうかっていうところ、そこの形にですね、ちょっと注目してた方がいいんじゃないかなっていう風に、これを見て思うんですけど、じゃあなんでアンジェス、これが弱い値動きを今まで継続してたのかっていうと、信用倍率、ここを見てもらうと、合算の倍率が今 30.53 倍なんですよね。なので需給関係が悪化しているから、このアンジェスに関しては弱い値動き、それを形成してたんですけど、ただ現状ですね、信用改ざんに関しては若干なんですけど減少に転じてきてるんですよね。なので需給関係が若干ですね、改善傾向に向かっていますから、ここに関してはアンジェスにとってプラスなのかなっていうふうには思うんですよね。なので今後この信用倍率さらに低下してくるかどうかっていうところには注目だし、ここの動向はですね、逐一見てもらってた方がいいんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。じゃあ次にですね、銘柄コード3923のラクス、ここはどうなるかっていうと、下のMACDに関しては今回ゴールデンクロス上昇トレンドを組みましたし、パラボリックに関しても日足の下の方に点灯しているから上昇トレンドを形成している。日足の位置も一目均衡表の上下のライン抜けていますので、ここに関しても上昇トレンド、それを形成していますから、現状ラクスに関してはまだ強いチャートパターン、それを形成しているんですよ。まあそれがですね、今日足の値動き、それに現れていると思うんですけど、さらに見てほしいのが日足のチャートパターン、ここになりまして、直近まではボリンジャーバンドの中央線と下の青のラインプラス2シグマの範囲内で動いていたんですけど、ただ今回上昇したことによってこの中央線赤のラインを抜けてきてるんですよ。要はトレンドが一旦変わってるような形になるんですよね。もちろんボリンジャーバンドのバンド幅、この上の青のラインと下の青のラインの間隔、これが現状狭くなってきていますから、変動率、それはですね、だいぶ低下してきてるんですけど、さらに見てほしいのが信用倍率、ここの動向になるんですけど、ここを見てもらうと、制度信用倍率が今 3.26 倍なんですよ。なので需給に関しては若干ですね、悪化はしてるんですよね。ただ3倍ぐらいだったら、まだ極端にですね、需給が悪化したっていう風に判断するのは、ちょっとないかなっていうふうには思いますので、今後ですね、この信用倍率がさらにですね、増えてくるかどうかっていうところ、そこにはですね、とりあえず注目してもらってた方がいいと思うんですよ。もし今後この信用倍率上がってくると、将来的な売りが強く、それにつながる可能性が一応考えられはするので、ただ現状のチャートのパターン見てみると、ラクスに関しては現状強いチャート、それをまだ形成していますから、ここに関してはまだですね、楽観的に見てもいいんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。じゃあ次にベース、ここはどうなのかっていうと、下のMACDに関してはゴールデンクロス、上昇トレンドを組んでるし、パラボリックに関しても上昇トレンドを形成している。日足の位置、ここに関しては一目均衡表の影のライン、この緑のラインを下回っていますから、現状ですね、下落トレンド、それを形成してはいるんですけど、ただボリンジャーバンド、まあ、日足のパターンですね、見てもらうと、直近まではボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインと下の青のラインの範囲内、そこで値動きを継続していたものが、この段階でですね、ボリンジャーバンドの中央線と上の青のライン、この範囲内での値動きに転換してると思うんですよ。なのでボリンジャーバンドに関しては、ちょっとですね、トレンド変わったんじゃないかなっていうふうに判断できるので、一目均衡表の影のラインですよね。緑のラインまで達した段階でどういった風に値動きしてくるか、そこには注目なのかなっていうふうに思うんですよ。
で、現状の需給関係、信用倍率を見てみると、ガス産の信用倍率が今 22.9 倍なんですよ。なのでこれが今回のベースの下落の要因になってるし、今値動きが弱い最大の要因になってるんですけど、この需給関係が改善するまでは、このベースに関してはまだですね、弱い値動き形成してくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。じゃあ次に創生グループ、ここはどうなのかっていうと、ここに関しては直近上がってるんですよ。このチャート見てもらったらわかる通りなんですけど、ただこのチャートを見てですね、ちょっと気になるのが下の MACD の形状になりまして、現状ですね、青のラインに関してはフラットになっていると思うんですけど、この前ですね、MACD、上昇した段階と、今、MACD の青のラインですね、上がってる段階っていうのは、割の抵抗ラインが大体ですね、イコールだと思うんですよ。なのに、創生グループの日足の割の抵抗ライン、これは現状切り上がっていますから、この MACD に関しては、若干ですね、トレンドが弱まってきてるかなっていうふうに思ったりするんですよ。なのでこれがですね、この MACD、デッドクロス今後組んできて下落トレンドを形成してくると、この創生グループに関しては目先、もしかしたら下落圧力につながる可能性、それも考えられますから、ここの動向はですね、まだちょっと注目すべきところかなっていうふうに思うんですよ。まあ、もしかしたら今後さらに上がってくるかもわかんないんですけど、やっぱしですね、下がってくる可能性、それも考えられますから、じゃあ創生の信用倍率、これが現状どういった状態なのかっていうと、ここに関しては制度信用倍率が今 3.37 倍で、そこまで高くないんですよ。まあもちろんガス産の信用倍率はまあ10倍近いですから、ここに関しては高いんですけど、ただ信用改ざんの推移、これを見てみると直近ですね、切り下がってきてるんですよね。つまり需給関係が改善してるんですよ、若干なんですけど。なので直近ですね、創生グループに関しては上昇圧力、まあそれが強かったのかなっていうふうには思うんですけど、なので創生グループに関しては、まだですね、様子を見てもらってた方がいいんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。もしかしたらマザーズ、切り上がった段階でこの創生上がってくる可能性も考えられはするので、ただもしですね、下のMACD、これが変な動きをしてくると、ちょっとですね、怪しい値動きしてくる可能性も考えられますし、さらにですね、RSI に関しても直近ですね、過熱気味のライン、これを一旦超えたんですよ。なので、ここの動向に関しては、ちょっとですね、まだ注目なのかなっていうふうに思うんですけど、じゃあ次にサイバーダイン、ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはデッドクロス、下落トレンドを形成してるんですけど、ただこの青のラインに関しては若干フラットになってきていますし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しても現状下落トレンド、それを形成してるんですけど、ただ日足とパラボリックの距離、これがだいぶ近いんですよね。さらに現状の日足の位置、ここに関しては一目均衡表の影のライン、この赤のラインでなんとか下げ止まってはいるんですけど、ただもしですね、この赤のライン下回ってくると下落トレンドは3つになっちゃうんですよ。そうなってくるとサイバーダインに関してはさらにですね、下落圧力、それにつながってくる可能性もまだ考えられはするので、ここに関しては MACD であったりパラボリックですね、これが明確に上昇トレンドを形成してくるまではまだですね、様子を見ててもらった方が安牌なんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。じゃあ信用倍率、これはどうなのかっていうと、現状制度信用倍率が 2.39 倍で、ここに関してはそんなに高くないんですよ。需給はそんなに悪化していない、これを見てるとですね。なのでサイバーダインの今後の値動き、ここに関しても注目なのかなっていうふうには思うんですけど、じゃあ最後にですね、銘柄コード4443-33、ここがどうなのかっていうと、下の MACD に関してはゴールデンクロス上昇トレンドを形成しているし、パラボリックに関しても上昇トレンドを形成している、日足の位置に関しても一目均衡表の上下のライン、この赤のラインを抜けていますから、ここに関しても上昇トレンドを形成してるんですよ。なので上昇トレンド、テクニカル的に見ると3つになりますから、ここに関しては強いチャートパターン、それを形成している。さらに RSI に関しても別にですね、今過熱気味っていうわけではないですから、そこまでですね、33に関しては頭を抑える要因、それがないのかなっていうふうには思うんですけど、じゃあ信用倍率、これが現状どういった状態なのかっていうと、制度信用倍率に関しては今 1.21 倍なんですよ。なので需給関係そんなに悪化してないんですよね。なのでマザーズ総合指数が上昇に転じてくると、この33に関しては上昇圧力、それがもしかしたら強まってくる可能性が考えられますから、ここもですね、結構面白い値動き、まあチャートパターンを形成してるんじゃないかなっていうふうに、今のチャートを見てみると思うんですよね。なので総合的に全体像見てみると、マザーズに関してはちょうどですね、転換点に差し掛かってきていますし、個別銘柄ごとの値動き見てみると、確かにですね、怪しい値動きしてる銘柄はまだあるんですけど、結構ですね、上昇トレンド、それを多く形成している銘柄が増えてきてるとは思うんですよ。まあもちろんさっき言った NM バイリス、あれがですね、明確に下落トレンド、それを取ってくるっていうことももちろん大前提になるんですけど、あとは個別銘柄ごとによっても、さっきの需給関係であったりとかテクニカル、そういったところで頭を抑えられる銘柄、それも結構ありますから、
そこあたりはですね、しっかりと適格銘柄、それを選別してあげて、うまくですね、投資していただければなっていうふうに思うんですよ。で、この銘柄選別の方法であったりとか、売買の時に注意しなければいけないポイントの動画ですね、それは過去動画で詳しく皆さんの方に解説していますから、そちらをですね、ぜひとも見ておいてほしいんですよ。結構ですね、有料級の内容作れてると思うので、で、そのリンクはですね、概要欄の方に貼っておきますから、後ほどですね、見ておいていただければと思います。はい、じゃあ今回もですね、動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また皆さんのお役に立つような動画、どんどん投稿していきたいと思っていますので、よろしければチャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いいたします。ご視聴いただき、ありがとうございました。